はい、それではやってきました、お部屋お引越しタイムの時間です。じゃあ行きましょう。じゃあお話し合いの時間は2分です。どうぞ。はい、境界ロック。ロック出ました。出ました、ロックはですね、ロックを宣言すると、あの好きな場所を、部屋を、好きなお家を、あの先取りすることができます。ロックはゲーム中1回しか使えませんが、もうロックと言われてしまうと、もうここは固定で入れてしまうので、もうイッシーはもう今日は教会でしか寝泊まりができません。なんでロックしたの？そう、とりあえず噛まれたくないと思ったから。占い師、私住み分け的にはこっちだけど、キコリの家に入っていたい。ちょっとマジで勘弁してほしいな。キコリの家はさすがに俺が取りたい。それはちょっと向こう側に有利すぎるし、それをみんなで行っていくっていうのはちょっとやばいよ。亜美くんも、まあ、そういうつもりで行ったわけじゃないと思うけど、結果的に純喜とかが追って、向こう側のチームがロックしてないです。ロックしてない。だから俺、村長の家に行ってみようかなと思います。住み分けするみたいな話は、住み分けの話ちょっとメリアは分からない。分からない、そう、こっちに追いやろうとしてる。正直ちょっと分からない、うん、ライブはなんでロックしないの？だしていいの？していいでも、キコリが行きたい人がいるっていうなら、まあ、ちょっとは尊重したいし。あ、私意思表示しました。あの住み分け的にはこっちだけど、キコリの家に入りたいっていう思いがあります。俺メディアも生かしたいから尊重でいいかな。え、俺と大福さんは分かれなきゃいけないのか。いや別に好きに。まだこっちだな。あ、俺住み分けうんぬん、いいよいいよとか言っときながらさ、俺視点でもう分かってるから、なんかそれに乗る意味がなかったんだよね、よくよく考えてみれば。とりあえずちょっとキコリの家行ってみようかな。あべ、待ちしたよ。私引っ越しません。じゃあ俺ロックします。ほう、ほう。村長、村長、村長ロック。あー、預かれちゃったよ。でも悪いけど俺もキコリの家をロックさせてほしい。俺じゃあちょっとメリアの隣でメリアのこと監視するわ。じゃあライフがキコリロックね。俺と純喜あぶれました。じゃあ当初の通り、こちら左側の方に行きましょう。じゃあ俺ちょっとこっちの方行く。じゃあ私この可愛いオレンジの屋根の家にします。はい、では住む家が決まったということで、じゃあキコリマン、丸太を置いてくれ。はい、丸太置きます。この丸太は聖なる丸太なので、人狼の行動を阻害することができるのだ。というわけで、丸太置く場所が難しい。そっちの、まあ、そこなんです、まあ、そうなの、ここにしますっていうのは信頼するという意味も込めてやつをします。はい、それでは投票の方に移っていきましょう。では、今日の投票は、コパの隣のなるかですね。ライフ。人狼判定出てるのでメリアン。ていうか、メリアンおかしいよ。メリアン。そうだな。これも人狼判定出てる。純喜。メリアン。これは純喜。メリアン。メリアン。まあ、ガードか村人かって言ったら村人だよね。メリアン。俺は対抗の純喜。それでは本日は6票獲得のメディアンが追放されることになります。何か言い残したいことがあればどうぞ。ちょっとロックしたのに。ロックしたのに。わそれは驚くわ。それでは皆さん、夜がやってきます。目を閉じてください。それでは皆さん、朝がやってきました。おはようございます。おはようございます。犠牲者が見つかりました。なるです。それでは議論の時間5分です。議論開始。結果いきましょう。結果いきますか、はい、またみんなで一斉ですか。じゃあ一斉に行こうか、うん、3、2、1、ドン。人間。お、
分かれたね、霊媒師、大福がメリアン人狼、はい、カムイが人間、うん、で、イッシーが大福人間、エコー人間。なるほど、じゃあ、イッシー大福ラインだね、うん、昨日で全部露出してたんだよ、うん、スプリは俺が変わってるね、俺とイッシー、俺と、うん、ライフが変わってるのか、そういう風に、うん、教会と、そういう風に教会と、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 キコリが教会と、キコリだね、誰を頼んだ、もう一回確認する、あ、エコか、エコ、グリーン、グリーン、だからもう、そういうことだよね、っていう感じ、なるほどね、まあ、俺と一心で戦わせようみたいな混乱がすげえ見える感じ、うん、人間つっても多分あれなんじゃないかなって、その裏切り者とかなんじゃないかな、誰か、あ、はいはいはい、メディアン、メディアンが、うん、あ、じゃあ俺考え的には純喜の方が本物っぽいんだ、うん、ていうかまあ俺はそもそもメディアンのこと疑ってたしさ、ああ、うん、そうね、うん、なるほど、まあだからじゃないと、その俺の中ではだからそれ、そうじゃないと通じつまが合わないみたいなところがある、うん、私の目線だと、うん、メリアンが人狼だったので、うん、あとライフとカムイとケントちゃん、うん、が、を処刑したらおしまい、そうそうそうだね、もうライフ、カムイ、で、まあ俺は占いに出てくるのはスプリガンだと思ってるのね、その方が人狼と連携取りやすいだろうし、うんうん、そうねって考えると、まあライフ、スプリガンって考えたらまあうーん、一番最後に出てきてるケントが人狼とかに見えるかなって感じだろうね、あ、でもさ、ちなみにさ、そのカムイさんの最初からメリアンを攻撃してましたみたいなのがライン切りだったらカムイさんもありえるなって今思ってるんです、まあその、可能性はあるけどね、裏切り者じゃねえのか、だから分かんなかったんでしょ、いや、俺は普通にメリアンさんのこと歌ってる、俺もいいかな、うん、俺もケアで純喜をあの追放か、追放してほしいって思ってるんだけど、それはいいの、ダメな感じ、間に合わないくない、残り間に合わないことはないでしょ、だって全員処理するっていう方向じゃなくても、その中の2人処理することによって勝利確定するかもしれないし、ただ、あ、そっか、ないない、だって俺処刑して明日6人になって、6人の時に陣外3残ってれば3対3になっちゃうから、あの村と人外の比率、釣り回数的にはもう決め打っちゃうタイプなんで、うん、決め打っちゃうしかない、人外3対3っていうのも分かんないじゃん、いや分かるよ俺目線からは分かんないよ、だって俺はメリアンを占ってないからはい、はい、じゃあ誰がコパとか序盤に死んだ人が裏切り者とか、あのスプリガンである可能性もあるし、スプリガンはねえか、入れ替わってんの、そう、ね、だから裏切り者かっていうことも考えてるから、うん、俺はまだいけると思ってるのマジで、うん、うん、諦めてはないって、うん、だから俺はもう純喜は出馬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 今ライフのうちだけどうなってんの、今ライフの中でこの今純喜でしょ、うん、でカムイが味方で、大福がスプリガン、おそらくスプリガ ンっていうのは、うん、内訳を分かっているから、なんだ、自信を持ってどっちか出せるっていうポジションだから、レーバーに出てきてる、うん、うん、いい感じ、あとはあと一子は、うん、一子人狼かっていう感じ、コパが裏切り者とかであれば、で一子裏切り者ももちろんあるんだけど、その可能性を追うのはあれだから、コパ裏切り者かなっていうところは今見て、うん、だから純喜占いたいのはもちろんアミ君とかになるよ、もちろん、はいはい、俺はなんかライブと純喜さんのどっちが怪しいかがあんま分かんないんだけど、どっちかっていうとイッシーさんとケントちゃんのどっちかが怪しいんじゃないかなって思う。どっちかどっちか、どういうこと、まあいやだからイッシーさんとケントちゃんのどっちかが人狼なんじゃないかっていう方が、そのこのライフ純喜よりもなんか匂う。それだったらまずケントからでいいじゃん。とりあえず統一しようよ、少なくとも一子陣営に立ってる側の方は統一した方がいいんだから、うん、俺一子大福は統一できるでしょ、うん、そうだね、そうね、でどうする、ケントでいいかな、ケントでいいと思うよ、OK、OK、OK、ケントか、うん、俺ら陣営はどうする、俺的にはもう純喜しかないけどな、はい、それでは議論の時間が終了しましたので、お引っ越しタイムに移りたいと思います、いい、さあいやー、ここでロックでしょ
ここでロックでしょ。おロックきました。ロッキングキコリンでしょ。いや、ロッキングソンチョンでしょ。ソンチョン、ソンチョン、お前そっち来たか。ロッキングソンチョンしますわ、僕。俺はね、ちょっとロック今使えないから、ロックできるところがあったらマジで使ってほしいんだけど。じゃあ俺ロック曲解説します。ありがとう。ケントもロッキング使えたら、あの使ってほしい感じ。キコリこのまま居座るか。キングキコリ。あ、じゃあ出ていくしかない。出ていくしかない。出ていくしかない。家賃が払えない。これロックされてしまった。チクった。うん。よし、で俺は。赤は。いなくなった。グリーン、じゃあグリーンは引っ越さない。契約更新。更新料。村長のお迎えに行こう。お隣。俺はなんか前方の隙間が空いてるから。あ、いや、自分で動いてたわ。なんでだよ。なんだよ。じゃあ、これはあの、アミ君を占いたいの。アミ君ピンクだね。アミ君。じゃあ、真ん前で。はいはいはい。それで噛まれるみたいなことは恐れないと思う。はい、それじゃあ、みんな、今日の寝床が決まったので。うん。じゃあ、キコリ、キコリの、キコリさん。キコリタイム。キコリは、じゃあ、自分の身を守ろうかな。守ろう、どうせ俺ガードだからか。よいしょ、うん、さあ、それでは投票の方に移ってみましょう。じゃあ投票はメディアンの隣のエコ。悩める。ケント。純喜。ケント。ケント。いや、ほんとね、悩めるなんだよね。ケント。純喜。ケント。ケント。それでは本日は6票獲得したケントが追放されることになりました。何か言い残したいことがあればどうぞ。ほら、キコリになるだ。それでは、夜がやってきます。皆さん、目を閉じてください。それでは皆さん、朝がやってきました。おはようございます。おはようございます。今朝方、純喜の死体が発見されました。アイデンティティ。では議論の時間3分です。議論開始。いや、アミ君人狼だったよ。おいおいおい、ライフ、お前が人狼だよ。さ、まさかアミ君が人狼だと思わなかった。じゃあ、ライフ、何か言い残したいことはあるかな。いや、アミ君が人狼だね。ちなみにケントちゃんは人間でしたよ。カメ、なんか助けなくていいの。ケントちゃん人狼。あ、人狼だった。人狼だった。あ、それは意外だわ。あ、そっか、俺が、そっか、俺がこうやってことは。ご主人様、ご主人様、すいません。俺ミスりました。すみません。俺？いや、俺いや、確かにね、この座り位置から判断するね、明らかに人外みたいな。純喜にさ、人狼判定出しちゃったんだけど、食べられちゃって、ご主人様にね、意図が伝わらず、いや。やられたな。俺を守ってくれたんじゃないのかな。あ、かもしんないですね。そうね、ガードとしての職、本分を。いや、そうじゃないんだよ、もうマジでね、うん、ご主人様が、うん、純喜をやっちまったんですよ。人のせいか。多分やっちゃったの。やっちゃった。大丈夫大丈夫。やっちゃった。相手人狼だよ。アミ君は人狼。え、どっちから行けばいい。アミ君は人狼なんだよ。いや、でも、あれ、これスプリってる。スプリってるの。スプリってるね、俺すげえ移動してるわ。あ、スプリってないわ。俺が、なんか移動してる。あ、してないね。だから、しかも、あ、でもカムイがまだロック持ってるの。裏切っちゃん、裏切っちゃんと
まあ順当に考えれば人狼人狼裏切り者なんじゃないかなっていうところ。いや人狼がね語らないって占い師は。あそう。ライフならやれるよ。やれるよ。どっちから行くねんって。いやこれね。いやライフ。じゃあ分かったライフ。あの人狼残してあげるよお前の意思を尊重して。そうだね。じゃあお前の裏切り者としての本分を全うしよう。うん。よし。分かった今日はライフだよね。いや今日はアミくんなんだよな。今日はアミくんなの。明日は俺でもいいんだけど今日はアミくんなの。多分なんでかって多分いやアミくん死んでもね変わんないって。何がだよ。いやだからアミくんが死んでも多分まだ平和な一日が続いて。だから今日はライフ、うん、だからね今日はアミくんなんだよね。いやむしろ今日は俺じゃない俺が食ったんだよ。おいおいライフお前何ご主人様に気遣わせてんだよ。いやなんかすいませんね本当に。そういうことならあのまあいいですよ。俺はもう生きてるだけで幸せだなって。いやちょっと頑張らせすぎちゃって悪かったなと思ってる。そのいやいやご主人様にえそんなこと言われるの。すげえさ動き回ってさ。いやいやもう本当ご主人様のために頑張ってきたんで。はいそれでは時間になりましたのでじゃあ今日ぐっすり眠れる部屋を選びに行こうか。じゃあ俺キコリになろう。俺今日じゃあロック。ロック。え？ロック。キコリロックだよバカ。出てけ。これケン。どうする？ケントの死体が。だそれ、じゃあ俺この村で一番でかい家にするわ、ここにするわ。そういう設定。3階建てやと。じゃあ俺せっかくだから村長の家にしよう。いや俺も行きたいな、でも人狼と一緒の部屋はちょっときついから。せっかくだから教会でもロックしようかな。そうだね。あ、ロックまだ残ってる。ロッカーです。私もロックの、あ、じゃあ私も一番この大きい家ロックするわ。使っとけ、みんな使っとけ。青い家もう最高だ。もう使えねえ。俺はいいっす。はい、それでは、じゃあ投票に移りましょう。投票はじゃあケントの隣のカメイライフ。ライフ。ご主人様のために死ねるならね。あー、そう思うんですよね。カメイライフ。ライフということで本日はライフが追放になります。何か言い残したいことがあればどうぞ。この村に恐怖は続くんだ。それでは皆さん夜がやってきます。目を閉じてください。この時点で勝利者陣営が決まりました。村人チームでーす。はい、それじゃあみんな戻ってきてください。役職の確認いってみましょう。じゃあメディアから。イエスサー、パッション足らず人狼でした。パッション足らず。はい、グリーン、エコ、村人でした。はい、ライフ、人狼でした。はい、ティッシー、ブラウン、占い師でした。ライフ、霊媒師でした。何もしてない村人のアミくんです。ユミです、村人です。ケットは、妖精でした。スプーン、スプリガン、スプリガンでした。コパ、村人でした。ナルレット、村人でした。ジュンキは、ガードでした。人狼を裏切ってしまった裏切り者が二重裏切り、二重裏切り。それでは一回締めましょうか。皆さんここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。こっちだけぽっかり空いてる感じ。半分しかいないんだけど。
こっちのカメラはもう噛むよ映すことしてた。カメラだった。単独だったから。単独違う意味のプレッシャーが出てるんですよ。しかも今回人数いっぱい映してるからさ、噛む一番ちっちゃいやつ。奥って。いやー、何あの最後のさ、ご主人様のやり取り。いや、本当にこんなはずなかった。裏切りの連続だよ。ワンちゃん生き残れるかなって思った。ワンちゃんあったとしてもその後死ぬんだろうけど。ケントが自分の家囲って処刑する。缶オケじゃん。誰も信じられない。うわミステリーのあれだ。一番やっちゃ一番一番死ぬやつ。殺人と同じ部屋に捨てられたところにいられるか。でもそれやられる側じゃないから。でも任意で追放されてるからね。それ任意で。あいついらねえだ。最後の前の日なんかさ、純喜を、うん、俺もう直接悔しいからもう襲ったのね。なんで自分で破綻しに来たのね。あ、そうなんだ。いやもうね、絶対誰を襲っても純喜は絶対にガードしてくるから、はいはいはい、するしかないじゃん。まあね、うん、俺が守られたのかと思った。うん、私もそう思った、うん、それならば直接行くよね。潔し一つ手間もう省くまでもなく、ね、なんでそこ、ね、そこまで潔かったのに最後の最後であのあがきを最後っぺだけしようと。いや、いいよ、いい生存力だったよ。いやもうね、純喜占った人狼とか言ってなければまだね。あ、そうね、そうって感じだね。あそこ会いたかったね。ガードかーと思って、ね、たまたまガードっていう役を持ててたからね、うんうん、公開できたけど悔しかったな。ね、そこでケント出ざるを得なかった。そうだね、出ないと、まあ、出なければライフ破綻。そうなんだよ。あれはね、でも助かったね。俺本気でケントちゃん人狼だと思ってたから。いやでも結局、そうだったね、結局まあなんだろう、俺はね、良かれと思って、なんか良かれと思ってその霊媒師名乗り出たりしたんだけど、うん、だんだんなんか自分の立場のね、その芯を取ろうとするのがなんか強すぎちゃったみたいで、だんだんなんか逆に人狼のことをなんか傷つけるような傷つけることになっちゃったんですよ。どんどん裏目になっちゃったから。だってさ、みんな知らないかもしれないけど、多分カムイちゃん、あのメリアンにまず投票して、その次ケントに投票して、最後ライムに投票して、全員中だよ。全員中だよ。人間嫌いだよ。俺が村長の時はせめて別にしてよ。村長持ってかれたのはメリアン持ってかれたのはマジで痛かった。やりたくもないのに俺はスプリガーに交換させたから。うわー、こかし。だ最初だからもうメリアンがあまりにも怪しすぎるから、だからもうどうこうなるレベルのひどさじゃん。もうそれが俺のことだと思ったから、この人だけとりあえず切って残りの人を徹底的に生かす作戦に出たんだけど、だからなんかケントちゃんが怪しそうだったから、あ、じゃあ、この人は本当にバカだっただけだったんだなと思って、あ、じゃあなんかこのどっちかを生かそうと思ったんだけど、今度ケントちゃんを切ったらもう完全にライブが効率になっちゃった。そうね。まあでも私みたいなのがそれをライン切りだと思ってカムイの狼目は勝手に上げてたりとかしたから、あの珍しく語ってたからね。うん、そうそうだね。いい語りだった。うん、結果もすごく混乱したよ我々は。いやもう今となってはその語ったことが良かったのかなと思って。良かった。いや確かに、あの直前そのもうターニングポイント過ぎてから一直線だったけども、それまではすごい、あの、分かんなかったから、ね、まだまだ全然いける。ライン戦みたいのでも初めてじゃない、ね、こうやって、ね、こんなにくっきりね、完全にちょっとワーウルフならではの話とかしない、はい、あのね、マルタガとかさ、いやこのおうちシステムがね、またね、ね、そのなんでそんなにお前教会行きたがるんだよ。そうすごい思うよね、なんでそこばっか狙うんだろうね。出たよ、キコリロック。あれだったよ、イッシーの初日の教会入らせては、あ、やばい、こいつ占いしかまとまって大丈夫って結構思ってた。あざとく教会に入らせたでしょ。そう、俺はなんなら消したかったな。くそーね。なんかでもこの家のチョイスの方がかえってなんかその普段のトークよりもなんか、うん、うさんくささみたいなのが強調されるから、うん、そうあるね。そう、こっちも逆に決め手になり得る、うん、あれ、いや盤上はかなり重要だったね、うん、そうね、人狼的にも
まあ、その占い先が丸太で阻害されるのはね、うん、なんか頭いつもより使わなきゃいけないの、ね、そうで昨日の結果がああだったからとかって思わなきゃいけないからなんかそういう大変だよね村ラインもできるし、ね、うん、俺はあえて混乱させようとしてさそのラインをむちゃくちゃにしてやろうと思ってたんだけどそれが裏目に出たアグレッシブすぎた人狼のくせに目立ちやがってと思った村長釣られるさあそんなわけでこちらのね机で遊ぶ人狼ゲーム、うん、ワーワーウルフを今回はやってきたわけですけれども、はい、なんかねあの株式会社リトルフューチャーさんからね、うん、あのぜひやってくださいみたいな感じで送られてきてる、うん、なんか嬉しい会議で、嬉しいです、ありがとうございます、めちゃくちゃ楽しかったです、ありがとうございます、ね、面白い、買えばよかったなので皆さんは買って楽しんでいただければっていうね、うん、宣伝を込めて、はい、ちょっとあざとく他の企業さんにも、ね、こういうことやれるんでみたいな、いや、本当楽しかった、いや、これ面白い、ね、面白いよ、で、絵がね、まあ、かわいい、かわいいね、カードも可愛いし、カードも可愛いし、カードの設定とかね、一人一人、あ、そうそうそう、村人ごとにね、ちょっと設定柄が可愛い、そうそうね、白い、すごくね、なんか愛のあふれる、そうそうそう、私有とかしたけど、あの役もなんかいろんなのあって面白いし、ね、そう役柄がね、面白いのもある、まだ出てないハウスとかもあるからね、あるある、ありますね、ありますそんなわけで、今回はワーワーウルフやっていきます、まあまだね、ちょっと続くんだ。じゃあ今回は村人が勝ったぞということで締めていきましょう。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。